今のとこじゃない。やっぱり今のところ入らなあかんかったんや、食堂。てか、全然インターがないですね。逆に、そうしたの行っちゃって、いう手もありか。関空から来ます？見たないもんね。ね、泉市入っちゃったもんな。それか、いっそのとこ和歌山まで走っちゃおうか。早くになると一切何も答えなくなっちゃった。一回も出ちゃうとダメなのか。なんかすごい、あ、岸和田に住むか。岸和田の手前も知ってるんだもんな。ここ、あーでも、どうだこれ。この島出口です。その先、およそ200メートルで料金所です。次に、左の方向です。ひとまず、岸和田レモリゴ。およそ200メートルの先、料金所です。その先、およそ200メートルで左の方向です。うどん230号線に入ります。で、およそ100メートル先、左の方向を行きます。はい。あ、確かに、すぐすぐなんやね。へえ。およそ200メートル先、左の方向です。その先、およそ2キロで右の方向です。左の方向です。はい。およそ2キロ先、タランドの南、右の方向です。本当に。なんかできれいだと思ういっぱいだ。すごっ、美術館あんだこのところに。あちまきなおよそ500メートル先、唐国南、右の方
右方向です。423号線に入ります。およそ300メートル先、右方向です。その先、およそ800メートルで斜め右方向です。鉄でもこれやな、カラクリになる。あ、じゃあ1号っていうのはそのもう一つ置くか。右方向です。これ右ね。はー、これは果肉なかなか処刑殺しね。で、これで境方面に行けるの。はーはーはー、これ仙北ニュータウンとかに近いところか。父親に直す。すごい名前ね。およそ200メートル先、斜め右方向、境方面です。その先、およそ3キロで右側の車線に進みます。斜め右方向です。はい。に入る。これ仙北高速鉄道か。泉中央駅のところまで、大変まで戻ってきてんのか。おお、面白い、いろいろ出てきた。こう相方な感じですね、結構。大阪でもやっぱこの辺りだと、だいぶ。で、境方面か。あ、そうか。新幹線の方面に行き先変えてないしは。うん、7時だしね、まだ。道なりでいけるのかな。およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。ご注意ください。じゃ、直進でいいんだよね。左折専用レーンには入っちゃったってことね。あ、これか。はいはいはい、上の芝と泉川が分かる。光明池とか全然分からないね。この先、左からの道路があります。うん、なんか最近ね、この先、そばの取り締まり区域です。スピードにご注意ください。 あら、そんなのを教えてくれんの。この先、右側の車線を進みます。その先、およそ1キロで斜め左の方向です。右側の車線を進みます。あ、ここは右側ですね。およそ1キロ先、斜め左の方向、速度です。あ、次の速度、これはわかんねえわ。およそ500メートル先、斜め左の方向、速度です。道路中の中央線に入ります。およそ300メートル先、斜め左方向、
側道です。その先およそ500メートルで左の方向です。斜め左の方向、側道です。あ、オートイって出てきた、出てきた。およそ500メートル先、豊田橋北、左の方向です。道路61号線に入ります。